はい、皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。はい、ということでお盆も終わりまして、また普通の日々が始まったんでございますけれども、今日はコンビニ新商品発売会です。はい、ということで今日はツイッターでリップをいただいたんですけど、山さん、A1 山さん、かっちゃん、8月18日から発売予定のローソンの唐揚げくん、トムヤムくん味のレビューをお願いします。というリポをツイッターでいただいたので、ローソンさんで買ってきました。唐揚げくん、トムヤムくん味、モンスーンカフェ監修。モンスーンカフェとはヘルシーエスニックテーマネシス、ベチシンダベテシュンベテンスンベテシュンデン、スベスチュン、シンダクルシュンプン。ということで今日はこちらを食べてみたいと思います。トムヤムくん、タイを代表する世界三大スープの一つ、ゲルシステムでセン、チャン、チャン、パン。まあ、早速食べましょう。チャキーン。見た目は普通の唐揚げくんです。では、いただきトムヤムくん。なんか落ちたね。うん、エキゾチック。エキゾチックな味わい、トムヤムくん。結構スパイスの味が効いてて、レモングラスの味わいがふわんと香る感じで、トムヤムクンの味が忠実に再現されてます。雪印バナナオーレ、よく振ってからお飲みください。おー、バナニーニュ。今日はね、なんか米がすごい食べたくてさ、ローソンデミソースのオムライス、デミソースたっぷりで卵はプルンプルンです。オム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 ライス、オムライス食べよう。いや、なんかオムライス食べた日ってなんか幸せになるよね、ほんと。中は普通のケチャップライスです。デミソースは甘みのあまりない結構しっかりした味になってます。うん、じゃあこの唐揚げくんと一致団結させて、トムヤムオムライス。ということで、おっと、トムヤムくん独特の味がしっかりと再現された美味しい唐揚げくんでした。ごちそうさまでした。はい、ということで今日はローソンさんから新発売の唐揚げくん、トムヤムくん味とデミソースオムライスを食べてみた動画でした。トムヤムくん独特の味がしっかりと再現されてて、なかなか美味しい唐揚げくんでした。お仕事の人もいると思いますけど、夏休みの子もいると思うんで、ぜひ買いに行ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャパダバイ唐揚げくん。いやー、これちょっと唐揚げくんよりオムライスの方が美味しいです。